いい習慣がいい歯を作る。シャボン玉石鹸プレゼンツ、ハグハグ。走ったり上手に物をつかんだりできるようになったなつちゃんは1歳1ヶ月。毎日感動しているというマリママからこんな相談が。歯はとっても大切だと思います。日頃親としてどんなことに気をつけてあげたらいいですか？お答えするのは日本小児歯科学会専門医、二月子ども歯科の二月正人院長です。乳幼児で大切なのは虫歯予防、そして虫歯のない歯で美味しく食べるということです。まず食事やおやつの時間を決めることが大切な基本です。いわゆるダラダラ食べは虫歯リスクを上げます。特に卒乳近くや卒乳後は食欲が湧く傾向にあります。口の中に長い時間食べ物が停滞しないように気をつけてあげてください。そして朝晩の歯磨きと週3回程度のフロスの習慣づけができるといいですね。わかりました。あとおやつはどんなものがいいですか？おやつは特に乳幼児では3食で取りきれない栄養を補う食事の役割を持ちます。糖分が控えめで歯ごたえがあるもの、例えばおやつ昆布やチーズなどの乳製品、芋類、同じ糖分でも果物の果糖がいいでしょう。なお砂糖を多く含む飴やキャラメルなどは口の中に長い時間入っていて歯にくっつきやすく虫歯の原因となります。あげるの？どうぞどうぞ。好きやもんね。11月8日はいい歯の日。お子さんと一緒にいい歯を作る生活習慣を心がけてください。ありがとうございました。毎日の習慣がとっても大切だと思いました。なっちゃん、いい歯をいっぱい作っていこうね。番組では子育ての疑問、悩みをお持ちの出演者を大募集。 TNC ハグハグからご応募ください。